クライブ・オーウェンは、イギリスの俳優。ハリウッド大作から、インディペンデント系まで、様々なジャンルの映画に出演している。イングランドウェストミッドランズ州コベントリーにて、5人兄弟の4、男として出生。父親は、カントリーシンガーだったが、オーウェンが3歳の時に家を出ている。イギリス王立演劇学校で演技を学び、卒業後は、劇団ヤング。 ビッグシアターに所属して数々の舞台に出演。1988年にブルームで映画デビューするが大きな役が得られずしばらくテレビシリーズやテレビ映画などの出演が続いた。1998年にイギリス映画ルールオブです。カジノの資格でアメリカ国内で注目を集め翌年放送のアメリカのテレビシリーズセカンドサイトで 名前が知られるようになった。2002年のボーンアイデンティティで寡黙な殺し屋役を演じ、ハリウッド作品に初出演。また、同年からインターネット上のみで公開された、BMW の宣伝用短編映画、BMW フィルムズシリーズ全作で主演を務めた。このシリーズは、アメリカの広告代理店、ファロンが企画し、ガイ・リッチー、ジョン・ウー、トニー・スコットなどが監督し、 共演陣には、ケイリー・オールドマン、ジェームス・ブラウンなどがいた。2004年公開の、キング・アーサーでは主役を演じ、同年公開の、クローサーで、ゴールデングローブ賞助演男優賞と、英国アカデミー賞助演男優賞を受賞。アカデミー助演男優賞にもノミネートされ、トップスターの仲間入りを果たした。抑制された演技で、一見地味な印象を与えるが、悪役から、善良な市民。 英雄まで幅広い役柄をこなし、それぞれに強い印象を与える実力派俳優。1988年に舞台、ロミオとジュリエットで共演した女優サラ・ジェーン・フェントンと結婚。二人の娘がいる。現在も家族と共にロンドンで暮らしている。コベントリー出身だが、リバプール FC のファンである。ありがとうございます。